はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。本日ですね、シャとそこから誘導される C 代数の純動形についてお話をしたいと思います。まずはですね、C 代数って何だったかという話から始めましょう。デフィニションの2.29をご覧ください。A と B を、まあ、今後ですね、カンと言った場合には可カンカンしか扱いません。アティア・マクドナルドの意味でのカカンカンです。その場合に A と B をまあ、カーンとしまして、A から B に、カカンカンのリングホームがあると。で、その時に、A の弦、スモール A と B の弦、スモール B に対して、A ドット B と、まあ、これ、どういうふうに定義するかっていうんですが、これは FA かける B と、まあ、このように定義することにしましょう。そうすると、まあ、これによってですね、B は A モジュールになります。で、この時 B を A 代数、英語では A アルジェブラというふうに呼ぶことにしましょうというわけですね。ですから、もともと A は間なんだけれども、A から B、あ、B ですね。B と A は間なんだけれども、A から B にリングホームがあって、それによって、カカンカン B を、A モジュールとして見てあげる。まあ、その時に B を A 代数というわけです。で、A と B をですね、A アルジェブラとしたときに、あ、すいません。ここ間違ってますね。B と C ですね。B と C を A アルジェブラとしましょう。その時に、H っていうのを B から C への写像なんですけれども、これが A 代数純動形、A アルジェブラホモモルフィズムというのを、H が間として純動形であって、A モジュールとしても純動形であると。まあ、その時に A アルジェブラホモモルフィズムというふうに呼ぶことにしましょう。で、なんでいきなりこういう話が出てきたかっていうと、前回、定義した、代数的集合間の斜というものがありましたが、それが与えられると、そこから、C 代数純動形が自然に現れるからですね。で、さらにそれを扱うっていうことと、実は多様体間の、斜を扱うっていうのが、まあ、同じだっていうこともわかる。はい。で、まあ、具体的な内容に入りたいんですが、V を AN に入った AN の代数的集合、W を AM の代数的集合としましょう。で、モルフィズムっていうのは何だったかっていうと、それは多項式を並べてできるような写像のことでした。で、ここでは F1 から FM という、M 個の、あれですね、多項式を並べて作った写像だとしましょう。で、もちろん F1 から FM っていうのは、今 V が AN の弦ですから、N 変数の多項式であるというわけです。で、この時ですね、以下の C アルジェブラホームを考えましょうということで、ファイアスタリスクというのを Y1 から YM という、まあこれですね、風に、こういうふうに、AM の座標間を書きましょう。これだから M 変数の多項式間です。で、今 C アルジェブラホームというので、この C 代数としての生成元である Y1 から YM の行き先さえ決めてあげれば、あとは自然にファイスターというのが定まりますので、yi がどこに行くかっていうのを定めてあげればいいと。で、そうしますと yi に fix1 から xn。まあ、fi を代入すると。まあ、そういうような対応にしましょう。で、そうすると、まあ、こういうふうに、ジェネレーターの行き先さえ決めてあげれば、C アルジェブラホームモルフィズムはユニークに定まります。で、この時に iw の2の、g と、v の弦、2の弦、p に対して次のように変形をしていきましょう。まず、今考えているファイアスタリスク g というのは何ですかっていうと、それは結局、ここの2の多項式に関して見れば、そいつの、yi に fix というのをこう代入するという、こういう操作です。で、そうすると、まあ、p っていうのはまだそのままにしておいて、前だけ計算する。そうするとですね、これ結局何してるかっていうと、これこの後 P 結局代入するんだから、こんな形に書き直すことができます。で、そうしますと F1P から FNP ってこれ並べたものなんだっていうと、それはそもそもファイですよね。ファイっていうのは F1 から FM を並べてできるものですから、これ。すいません。これなんか番号というか、そういう字が間違ってますね。はい。ここですかね。F1 から、ここは FM にしなければいけませんね。FM。はい。こうですね。
失礼しました。で、まあ、M になると。そうすると、これは結局何をしているかっていうと、ここの X に P を代入するっていうことに対応しています。で、F1 から FMP というのをこれ並べてますが、これは 5P に他ならないと。で、今、5P っていうのはどこに飛んでいくかっていうと、これ W に飛んでいきますね。っていうのは、そもそも5っていうのが V から W の写像なので、P っていう V の源を持ってきたら W に飛んでいきます。で、G っていうのは IW の源でした。ということは、IW っていうのは W の2の弦で、0になるような多項式全体のナッシュ語ですから、ここ表ではこの G は0になるということで、イコール0が得られるよというわけです。これだから何を言ってるかっていうと、結局ですね、IW の弦を持ってきましょうと、それを phi スター G っていう IW の弦を持ってきたら、それを phi スターで送ってあげると、IV に含まれるよという、こういうことを意味しているわけです。では、じゃあこれから何がわかるかってことなんですが、まずですね、最初に phi スターというのは CAM から CANA の写像であると。で、かつ、IW っていうイデアルを IV に移すと、そういう性質を持っています。ですので、今の話をまとめると、ここがもともとあったところなんですが、それ IW を送ると IV に行きますよというわけです。で、そうしますと、結局ですね、これは CW ですね。こいつっていうのは何かっていうと、CW は CAM を、IW で割ったものです。で、ここから、結局、ここの関係がありますから、phi スターっていう CW から CV への、写像が、Algebra Form、C Algebra Form ですね、が定まります。今言ったのは、V から W への phi という、モルフィズムから、phi スターという C アルジェブラフォームを得ることができたというわけです。で、このように社から C アルジェブラフォームを作ることができるんですけれども、その C アルジェブラフォームは非常に大切で、例えば次のセオレムが成り立ちますということで、V と W というのは代数的集合で、V から W のモルフィズムと、ここは K じゃなくて C にしましょう。CW から、CV ですね。への CRJ フォームは以下の対応により、1対1に対応するということで、V から、なんか変ですね。いろいろ、ここ W ですね。への、モルフィズムを与えると、それに対して phi スターというのが定まる。で、これが1対1だと。特に V と W が同型であるというのと、CRJ フォーム、phi アスタリスクというのが同型であるというのが同値であるということがわかります。はい。ですので、これによって、多様体感とか、アフィン多様体感とかですね、の間のシャーとかっていうのは、かかん観論の話になっているということがわかると思います。はい。で、エグザンプルの 2.31 としまして、前回ですね、見たエグザンプルの 2.27 の例をもう一度考えてみたいと思います。C1 を y-x2 乗の0点集合。C2 を y2 乗引く x3 乗の0点集合とします。で、この時に A1 の、座標感というのは CT と、そういうふうに書くことにしまして、C の C1 というのは何かというのを考えてみましょう。これ、いい、なんというか、エクササイズになりますので、これ、一見ですね、当たり前と思うかもしれませんが、ちゃんとやろうとすると、つまずく可能性もあります。どちらにせよそんなに難しい話ではないですが、ぜひですね、ちゃんと自分で、ご自身でどうやって証明するかっていうのを考えてみてください。そうすると、少なくともだからこれは証明しないけれども、CC1 っていうのは、C1 の座標感は y-x2 乗で割ったやつになると。で、そうすると、x を t、y を t2 乗に対応させるっていう対応を、作ってあげると、これによって、CC1 っていう、C1 の座標感と、1変数の多項式間が同型になるということが分かります。特にだから y-x2 乗イコール0っていう図形と、あとは、こちらの CT ですから、A1 ですね、が同型だっていうこともここから従います。はい。で、一方で C2 の方なんですが、こちらもですね、似たような格好してるんですけど、x を t2 乗、y を t3 乗というふうにすると、ここが同型になると。これが同型になる。これ同型になるんですが、その CC1 と CC2 っていうのは、これは同型ではありません。これもなぜ、
同型でないかっていうのは、まあ、ご自身でちょっと考えてみるといいと思います。はい。というわけでですね、今回は与えられた代数的集合の間の斜から、C 代数純同型が定まるという話をして、さらに、まあ、特に大切なのはですね、このモルフィズムを与えるってことが C アルジェブラフォームを CW から CV へ与えていることと一緒なんだと。まあ、そういうことです。はい。というわけで、今回は、斜と、そこから定まる斜像ですね。ファイスターという、C アルジェブラフォームについてお話をしました。はい。というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。